こんにちは。ロサンゼルスで英語コーチをしています、かおりです。こんにちは、私はハワイで発音コーチをしているあいこです。はい。で、今日は2人でよく皆さんからいただく英語の悩みについて3つずつ答えていこうと思っています。私の方は英会話のお悩みが多いんですけど、早速いきますね。1つ目は、言いたいことがなかなか口が出てこないんです。2つ目は、英語で伸び悩んでいるんですけどってこと。で、3つ目は、英語でコミュニケーションを取る上で何に気をつけたらいいですかっていう、この3つの悩みが多いので、愛子さんとお話ししながらお答えしていきたいと思っています。はい。で、最初、早速なんですけど、言いたいことが口から出てきませんっていうところなんですけれども、これはその皆さんに大体どのぐらいどういうことをやってるかって聞いてくると共通していることがあって、英語を勉強で組み立て、勉強の範囲内で英語を組み立てることはしてますけど、それ以外でそもそもそこまで組み立てれてないっていうお答えが圧倒的に多いんですね。なので、やっぱり言いたいことを紙に書いたら言えますっていう方も多いですけど、言いたいことを考えて、紙で目でそれを確認しながらゆっくり作るっていう作業と、相手が目の前にいて、目もその人と会っていて、ここで考えないといけないっていう作業はそもそも違うので、ゆっくりやってたらもちろんすぐ言えないっていう状況ですよね。もちろん作るっていう作業はもちろんこれはそれでいいんですけど、それだけやってるのだといきなり口からは出てこない。なので、勉強するっていう以外でもっと言いたいことを英語で言うっていう、その動作を、がもう一番ファンダメント、基礎的な部分になるので、それをやっぱりしない限り、スピードも慣れもついていかない。と私は考えてるんですけど、愛子さんどう思いますか？もう香織さんに全く同意で、まず勉強だけしていたり、紙に書いたりして、目で確認しないと、なんとなく不安に思ってしまうっていうのはすごいあると思うんですよね。なので、なかなか口からなかなか出てこないって結構そういう不安感もあったりすると思うんですよね。なのでもう本当にとにかく慣れて、あとは脳に話していいんだよっていうそういうこう許可をこう送るといいんじゃないかなって今話を聞いていて思いました。脳に許可ってどういうことですか？なんて言うんですか、大人になったら脳の吸収力がガクッと落ちるじゃないですか、うん、だからなんか新しい言語ってもう脳が新しい言語を取り入れたくないから11歳になったらガクッと吸収力が落ちるんですね、うん、なのでそこをこじ開けて新しい言語を学ぶっていうのはすごい大変なんですよ。もう体は、うん、脳っていうのは防御したいから変化とかすごい嫌うじゃないですか。だからもう自然と英語が入ってこないようになってるんですよね。だからそれを超えるにはやっぱりもうどんどん使わないといけない。なのでそういう不安が出たりすぐにパッて出ないのは本当に脳がそうさせてないんですね。なのでそれは本当にもう練習続けるとどんどん英語が入ってくるようになると思うなって今ちょっとそういうふうに思いました。ありがとうございます。脳をこじ開けるんですね。はい。これ結構皆さん一日の中でどのぐらいこれ英語で言いたいとか普段考えてることを英語にしてるかなんか考えてみてもいいですよね。もしかして一日5分以内だったとしたら全部合わせて5分以内だったらやっぱり短いなと思うので1日24時間のうちに5分だけ頑張ってるんだったらそれは時間かかるのはちょっと当たり前かなって思うんですよね。なので、うん、あとは独り言を英語にするっていうのももちろんここに関連はしてくるんですけど、だいたい簡単な言葉ばかりを独り言にしてる人も多いので
例えば I'm hungry とか I'm sleepy とか I'm going to bed っていうのはもう言えるのであればもうちょっと負荷をかけて付け足していくとか、もうちょっと考えを英語にしてみるとか、レベルを上げていく、ボリュームも上げていくといいかなとは思います。はい、これが一つ目のクエスチョンでした。The second question is、これも似てますね。なかなか伸びませんっていう方。はい。で、経験、私の経験上も、初級の方が中級に行くのは結構早いかなと思うんですけど、中級からもっと上がるっていうのが結構もう時間がかかったりする人が多いですよね。結構停滞期っていうのか、なんていうのか。で、その中で、じゃあ何をすればいいかっていうと、もっとそのリアルな英語に触れている時間が伸びていく必要があるかなと思っていて、これは例えば日本語も私たち普通に喋れますけど、かなりの経験からどういう状況でどういうフレーズが出てくるとか、敬語もどういう状況でこの敬語を使うっていうのを経験上でもう蓄積されてるところがありますよね。で、それぐらい英語も触れていることで、無意識のうちになんか、まあ意識もしますけど、無意識のうちに、あ、こういうこと、こういう時にこういうこと言うんだとか、この単語はこういう文脈で使うんだっていうのが、やっぱり触れることで入ってくるものがあると思うんですけど、そのそもそものその世界にある英語に自分を触れさせていないと、全部自分でゼロから文章を作るみたいな大変な作業になっちゃうから、そう、参考になるものをもっともっと入れるっていうことをした方がいいですね。で、その意味では、例えば英語で何かを学び始めるとか、英語を学ぶからも早く抜けて英語でなんかオンラインコースを取るでもいいし、英語で何か、なんだろうな、興味のある分野を、学んでいくとか、本を読むとかでもいいし、そこからまた伸びていくことが多いと感じています。はい。愛子さんは、伸び悩んでいた頃とかありますか？伸び悩んでいた頃、結構ありますね。しかも長い間結構伸び悩んでいたことがありました、アメリカに来てから、なんとなく簡単なことは言えるようになるんだけど、やっぱり自分で使う単語とか周りの人が使う単語もだいたいなんか同じじゃないですか、だから同じようなことしか毎日言わないんですよ、そうなると新しい人と話したとき、全く知らない人と話したときに、なんか全然違うフレーズを使ったりだとか、で、それを知らなかったりだとか、結構そういうのがあったので、本当にもう慣れて、話に慣れてしまった、英語のネイティブスピーカーの人たちとの会話はすっごい楽なんだけど、新しい人たちとの会話はすごい難しいっていうのを経験したことがあって、その期間がでも長かったんですよ。やっぱり毎日同じようなフレーズしか使わないから。で、そこから抜けたのは何だったんだろう。でもやっぱりそれは私は発音を習ってからですね。発音を習って、で、レスニングが結構それで良くなったので、聞いて覚えるっていうのがすごい増えたので、今何を学ぶにしても全部、先ほど香里さんが英語で何かを学ぶっていうのをおすすめ説明してたんですけど、私も今それをしてて、何か調べ物するときとか、何か YouTube のビデオで何かを、調べたりとか学んだりするとき、全部英語のものを選んでるんですね、なので英語でそういうふうに、耳から入ってくる単語とかフレーズとか覚えるようになって、で結構それで、結構伸びていったかなと思います。そうですね、結構普段のことも英語でリサーチとかできますもんね、それも最初は始めるとちょっと慣れないから疲れるところももちろんあるんですけど、やっぱり慣れるともう一気にこう楽になる感じありません？なんか最初はちょっと大変なんだけど、ありますあります。なんかやっぱりのなんかこうすぐ
音が入ってきてもそれが、ね、すぐに認識できないから考えるっていう作業が一回入るじゃないですか、その英語の場合、うん、日本語だと音が入ってきたらすぐそれをイメージとして認識できるじゃないですか、母国語だから。だけど英語はそれが最初はできないので、音が入ってきたらすぐイメージできるっていうその作業が簡単になれば疲れなくなると思うんですけど、うんうん、やっぱりそこで一回考えるっていう作業が入ると本当に毎回疲れますよね。うん、なんかね、なんか重いバックパックを背負ってるみたいな確かに背負ってエクササイズしてるみたいななんかぼーっとできない、あの、うん、英語の話はパッと入ってこないからぼーっとできないっていうので、うん、いつもなんかね、こう緊張感があるというか、なんかそういう風になると疲れてきますよね。英語を話すと疲れるっていうのはそれもきっとありますよね、うんうん、あとは愛子さん言ってくださったように、何かを学んでやることでそこで そこで初めて聞いた単語とか、そこで初めてこういう風に使われるんだって分かって新しい単語とかフレーズを学んだ方が吸収が結構早いけど、やっぱり誰かが用意した、誰かが寄せ集めた単語集を自分が使うかも分からないのに全部覚えようとするっていうのは、それもまたちょっと効率が悪いところがあるから、やっぱり英語で学ぶ方が語彙とかフレーズっていうのは意外に増えやすいかなとは思います。うん、そうですね、単語帳いっぱい学校とかで暗記しましたよね、うん、なんか使わないとやっぱりすぐ忘れるじゃないですか、うん、そうだからなんかその労力とかもなんかもったいないなっていうか、うんうん、だからそうやって耳から入ってくるイコール自分も使うから、使う方の単語とかフレーズとか覚えたら結構効率よくなるかなと思いますね、うん、まさにそうですね、うんうん、OK、です。じゃあ最後の質問です。私の最後の質問は、英語でコミュニケーションを取るときに気をつけた方がいいことありますかっていうことなんですけど、これはですね、英語を話すときに結構皆さん自分が何て言おうとか次何て質問しようとかってことになんか割とプレッシャーを感じて、そこを良くしていこうって最初はもちろん思われる方が多いですよね。けどやっぱり誰かとのあくまでの会話なので、ちょっと一旦相手目線に なる必要があるかなと思っていて、私も英語コーチングでクライアントさんに教えるときは、この人が第三者の外国人と話した時のどうかなっていう目線で割とコーチングを進めるんですけど、やっぱり重要視するところはやっぱりその人の英語が明確でクリアで分かりやすいかってところが大事ですよね。だから要件が早く伝わるとか、言いたいことが何か相手にすぐ伝わる、それは文章の明確かもさかもしれないし、発音とかイントネーションの明確さかもしれないし、あとはやっぱり一つの文章を言うのにブツブツって切れたり間があればあるほど相手にストレスを与えるので、そこのスムーズさも上げるっていう感じ。だから英語でスラスラ話せるっていうのは自分も嬉しいけど、もうちょっと相手にとって聞きやすい、そうすると会話が進めやすいっていう目線で一つはやっていただきたいなと思っているんですよね。あとはもう一つだけ、もう二つ目コツとしては、英語のコミュニケーションってやっぱり自分の考えとか経験をシェアしたり相手に聞いたり貢献型なんですよね。会話を一緒に盛り上げていこうぜみたいな感じがあるから、自分もちょっとオープンになる必要はあると思ってるんですけど、例えばアメリカにいるといろんな移民の人がいますよね。ハワイもそうなのかな。フィリピン、メキシコも、中国、コリアとかもとにかくいろいろいる中で、結構彼らはアクセントとかってもう要件とか伝わってるし、言いたいこともわかるんですよね。それは何でだろうって考えると、やっぱり難しい英語を使ってるっていうよりかはもう明確、すごい明確、発音もまあわかるし、ブツブツしてないし、なんか誰が聞いても分かるみたいな、なんか明確さがあるから要件が通ってるってところが多いかなと思うんですけど、愛子さん発音の専門家としてどう思いますか？はい、発音の専門として、そうですね、やっぱり
クリアに伝わることがすごい大切だと思います。ゆっくり話すことで、大きな声で話すこと、うん、日本人の方はやっぱり声が全体的に、まあ、文化がそういう日本の文化があるので、仕方がないんですけど、英語で発音するときもすごい小さな声になることが多いんですよね、うん、なのでなるべく大きな声で発音するとすごい伝わりやすくなるかなと思います。声を上げるだけで伝わったりすることありますもんね。うん、そうですよね。大きな声だけでもすごいいい。もうそれだけでプラスですよね。うんうん、あとは英語に限らず、やっぱりアイコンタクトが日本語より多い感じもするんですけど、やっぱりアイコンタクトが下がって英語を言うだけでも、やっぱり相手にとっては声が届きづらい状況も作ってるかなって思うんですけど、うん、そこも、改善できるか、そっちの相手を見て話すってだけでも、この声のなんか通りが良くなっていくような気がしました、今考えて。それってなんか相手目線になるっていうのにつながりますよね。うん、その相手に向かって、その人に伝わるように話そうっていう気持ちがあるだけでも、なんかすごいもっと伝わりやすくなるのかなって思いますね。うん、そうですね。うん、アメリカとか海外に住んでる人は伝わらない経験を多分いっぱいしてるから、いかに伝わるかって方向にこうシフトしていくのかなと思うんですけど、もしかしてあんまり使わない状況にある方は、そこの大事さがあまり経験のないまま進めるから、他の方に大事なことがシフトしちゃうのかなとはありますよね。うん、そうですね。なんか一番大きな特徴として、アメリカに来たての日本人の人と、アメリカに長く住んでいる人の日本、アメリカに長く住んでいる日本人の大きな発音の違いってスピードなんですよね。うーん、アメリカに来たての時ってみんな発音がすっごい早いんですよ。うーん、でそれで何度も何度も通じない経験をしてきてゆっくりになるんですよね。アメリカに長く住んでる人の方がすごい発音がゆっくりだなって思います。うーん、それは考えたことなかった面白いですね日本に住んでいる方と発音レッスンをするとすごい早いんですよ、発音が。うーん、アメリカに長く住んでる人と発音のレッスンをするとすごいゆっくり、すっごいゆっくりなんですね。うん、うん、なんかそういう結構特徴がありますね。伝わりやすい英語にこう知らないうちにこう変えてってるのかもしれないですね。あとトランプ大統領、うん、そうですね、なんか早くて通じないという、あ、ごめんなさいどうぞどうぞ。あ、いいですよ。あ、忘れました何言ってたか香里さんどうぞ。トランプ大統領が、あ、トランプ大統領が結構ゆっくり喋るなとは思ったことはあります。だから別にオバマ大統領とかもそうかもしれないですね。結構ゆっくり喋るから、早ければいいってもんじゃないってことですよね。うん、うん、そうですね。クリントン元大統領とかすっごいゆっくりですよね、スピーチでしたよね。うん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 、いいポイントですね。急がない、あまり早く喋ろうとしない。相手に伝わってるんだったらいいですけど、伝わってないのであればちょっとゆっくりしようってところはポイントですね。はい。ということで、私は3つお伝えしました。英語をもっと良くなりたい人は、そもそもの視点とか、やっているトレーニングの内容とかもちょっと考え直すといいかもしれません。で、もっと実はお伝えしたいことはあるんですけど、実際に私がどうやって英語を、英語力を上げたか。で、例えば最初のところにお伝えした独り言とかの練習も、もっと具体的に踏み込んで、どういうふうな練習をしたのかとか、英語コーチとして考える、その、相手に伝わりやすい英語とは何かってところの、取り方っていうのを記事にまとめてシェアしています。で、興味のある方は下にリンクを貼りますので、アメブロのリキューっていうところを経由してになりますが、ぜひ読んでみてください。はい、以上です。